皆さんこんにちは、ラケットハウスキングの桑田さんです。今回はですね、ボルトレージ7シリーズ、いよいよネックスさんから発表になりました。YouTube 動画なんかでもね、プロモーション動画出てますけれども、いまいちどんなやつかわかんないと、そういった方のために、今回ボルトレージ7、現時点でわかっている情報を、公開したいと思います。ではボルトレージ7シリーズ、こちらの解説をしていきたいと思うんですけれども、皆さんご存知の通り、こちらの F レーザーのね、7シリーズ、こちらの後継がボルトレージの 7S7V になるんですけれども、この F レーザーから新たに追加された4つのシステムとしては、ブリッツフレーム、でレイバーストシステム、でトレッカー、M40X、で新ストリングパターン、この4つの新機能なんですけれども、この名前だけ聞くと分かりにくいと思うんで、まずブリッツフレームから説明していきます。こちらの方なんですけれども、F レーザーの 7S を手元にとって説明すると、基本 F レーザーのシリーズって手元の部分がフレームが分厚く、そしてここですね、キックポイントになるしなりの出る部分がすごく細くなっています。この落差があることで、急激にヘッド側だけがしなって、ボードを飛ばしてくれる、弾き出してくれる。だからパワーのある方だったりとか、コンパクトにラケットスイングされる方なんかは、非常にこう振りやすいラケットだったんですけれども、こちらのフレーム形状をさらに洗練させて、よりしなり感を強く、そしてしなってから戻るまでのスピードを速くする、さらにスピードアップするというのが、今回のボルトレージのイメージになります。実機の方は来週またね、本体が、シダが、入ってきますので、そちらの方で詳しくレビューをしていきたいと思います。で、このトレカ M40X っていうのも基本的にはこうしなって反発力が強くなりますよって素材なんで、そんなに意識しなくてもいいですね。はい、で、面白いなって思ってるのが、このレイバーストシステムと新ストリングパターンです。ここで大きく変わるんじゃないかなと思ってて、このレイバーストシステムっていうのは、このストリングの部分のところにですね、水を掘ることによって、ストリングの可動域を狭めると。ストリングの可動域が狭まることでどうなるのっていうと、よりスイートスポットに当たった時の、弾き出し、反発力が良くなるんですね。最近だと、例えばジオブレイクシリーズなんかは逆の発想で、グロメットの部分がですね、ちょっと広がっていて、ストリングの可動域を増やしてスイートスポットを広くする、球落ちを良くするというのがメインの考え方だったんですけれども、ボルトレージに関してはその逆で、ストリングの可動域を絞ることによって、よりしっかり力を伝えると。パワフルなスイングをした時にも力を逃がさないというのがこのレイバーストシステムですね。ここはかなり変わると思います。で、さらにこのレイバーストが入った上で、新ストリングパターン、結局、網目の、ピッチですね。細かいとか、粗いとか、いろいろあるんですけど、今回のストリングパターンですね、前回までの例えば、F レーザーの 7S が、スイートスポット、S が、先の方に、スイートスポット作りたいよっていうような形なんですけれども、このスイートスポットの部分っていうのがあまりにもこうガットがたわみすぎてしまうと、ボールの力逃げちゃうので、そういう少し先の部分のピッチを細かくすることによって、パワーを逃がさないというシステムがありますね。だからこのレイバーストシステムと新ストリングパターン組み合わさることによって、よりパワフルで、よりスピーディーなボールの返球ができるラケットになるんじゃないかなと思います。いかがだったでしょうか。ボルトレージの、7シリーズですね、こちらの方が、大体6月末ぐらいの発売を予定しております。予約の方は概要欄の方に貼っておきますので、ぜひぜひこちらの方からご予約もお願いいたします。次回の動画ではですね、いよいよ実機の方のサンプルを手元に取りながら、F レーザーシリーズとどういった違いがあるのかというのをご説明していきたいと思います。それではこの動画を見て面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。